薄葉蝶は蝶目、アゲハチョ蝶か薄垣葉赤に属する蝶の一種。和名を黄色薄垣ハとする場合もある。日本には亜種が分布し、国の天然記念物として指定されている。羽は薄く、半透明にも見える黄色の地色を持つ。これが和名の薄垣蝶の由来である。講師に鮮やかなアクセントの赤門を生じる。 日本に産する薄柱長属のうち、赤門を有するのは、本種のみである。また胴体はふさふさとした体毛に覆われる。メスは、オスよりもやや大きくなるものが多く、羽の黄色味は淡くなるが、黒色部は発達する。交尾後のメス個体では、受体王を副端に持つため用意に判別ができる。揚チョウ科の中でも、原始的なグループに属する種類。 局地的な分布や個体数の減少により、日本からの絶滅も危ぶまれている。日本での幼虫の食草は、同じく天然記念物である小草であるため、両者の個体数のバランスを保つことが課題である。約11ヶ月間卵の状態で越冬し、幼虫期間は3ヶ月、サナギの状態でおよそ10ヶ月越冬し、丸2年かかって、ようやく成虫になる。 成虫は6から7月の中で交尾し小牧草に散乱する。気温などの環境が厳しいため卵、さなぎで2回越冬する必要がある。日本における分布は、北海道の大雪山系、十勝岳連邦の標高1700メートル以上の鉱山帯のみに限定される。日本国外においては、北米大陸北部やロシア園海州から、中華人民共和に先北部、 朝鮮半島北部にかけての、いずれも寒冷な地域に分布する。日本においては、同じ薄柱町族である、薄柱町が、本州、四国及び、北海道南部に散する。また北海道では、薄柱町とよく似た別種である姫薄柱町が、全島に広く分布する。1926年7月に、北大農学部昆虫学教室の学生、河野博道が、 大雪山の調査で発見、採取した。その標本は、松村松年教授に託されインセクト松村穴の一巻二号に、新圧種として記載された。生息地が局地的に限定される希少種であること、生息環境や食事植物が限定されることなどにより、環境省のレッドリストで、純絶滅器具の指定を受けている。日本では、1965年に、 天然記念物に指定され、2000年に北海道の気象誌として、レッドデータブックに登録された。また2004年には指定気象野生動植物に指定されている。ありがとうございます。